メイです。ユナです。ビング、ラテ、ディ、ビー、始まるよー。イエーイ。ごめん。そう。はい、本日は、2人のポーチの中身紹介です。イエーイ。はい、私たちがね、普段使ってるポーチの中身を皆さんに、まあ、見せちゃうっていうね。見せちゃう。そんな企画になっております。普段ね、使ってるポーチって言ってもね、メイクポーチとは違ってね、いろいろ入れてるもんね。結構入れちゃってるから。そうそうそう。だから、ちょっとポーチの中身でちょっと人柄が分かっちゃうかもしれないので、最後まで見てってください。それでは、どうぞ。はい、ということで、ゆずはちゃんのポーチの中身からチェックしていこうかなと思います。はい。はい。と、ポーチの中身っていうか、これが、ちょっと出ちゃってるんですけど。入っちゃってない。はい。ちょっとないんですけど、あ、中身じゃないんだ、じゃあポーチの外で、これが、チーク、チーク、あー、あ、かわいい、どこに、あの、フランフラン、で、違う、いや、フランフラン、いや、いや、どこかです、多分フランフランだと思う、え、いや、あ、うん、え、まあ、次行きます。ポーチは、3C、はい、これは誕生日プレゼントでナナタンさんたちに、かわいい色してますね。あるね。次。とまずこれですね。お、これは？リップ。これがなんていうの ？INK。インクティント。インクティントのやつで、あのこれ。いいんです。いいんです。それは色ついてるの？赤の。赤なんだ。あ、結構はなんていうの？赤ペン、発色ペンじゃなくて蛍光ペン、蛍光ペン、蛍光色ですね。でもなんか塗った時塗ってちょんちょんちょんってやるといい感じになります。おそれではどうぞ。次が、はい、これこれです。これがトップビューラー、トップビューラーでマスカラした後にビューラーするとまつ毛が抜けちゃうらしいんで、なので、フォトビューラー持ち合わせてます。いいなぁ、欲しいんだよね。いいよね、買いたい。で、次が、はい、じゃん、何これ。これは、あの、化粧水、化粧水が入ってて、あの、撮影終わった後に、メイク落として、電車メイク落として電車で落とすの電車で落とすのすごい。ちょっと電車でね、まあね、器用ですね。あの人がね、あまりね、時に落とすんで、で、それでメイク落とした後に塗るようで、この化粧水持ち歩いてて、お金あ、決まりました。大丈夫、すみません。なんか、これは詰め替えてるから。あ、そうなんだ。ちょっとね、あんまし、あ、何もしなかったの。ちょっとね、え、ほら、化粧水なんですけど、はい、これがなんかすごい肌に良くて、なんかいつもこうやって、え、わかんない、え、なんで、え、ちょっと待って、わかんない、わかんない、え、飲むと肌にいいんです。よくない、よくない、化粧水って飲めるの？え、そう、こうやって飲むと肌にいいんです。良くないです。え？肌にいいんですよ。良くない。え？え？メイも飲んでみる？飲んでみます。ちょっと一回。え？本当に本当に肌に、あ、本当に肌に良くて、うん、本当にみんなにおすすめしたいです。というドッキリでした。化粧水の電車に、そういうこと、びっくりした、なんか飲んだと思って。あ、びっくりした。ちゃんとしたお水でございます。ゆうこ真似しないでください。真似しないでください。びっくりした。あ、水なんだ、ちゃんと。じゃあ、ちゃんと水ね。びっくりした。じゃあ朝一番の撮影なんですけど、早速ちょっと、もう疲れた。よかった。ドッキリでした。びっくりした。目覚めましたね。
あ、でも私ね、あのドッキリ仕掛けられたこと多分ないんですけど、うん、昨日くらいにそういうのないなと思って、そろそろ仕掛けられてみたいなっていつも仕掛ける側だったので、私はドッキリかけられちゃったデビュー、おめでとうございます。いや、びっくりした。終わりでございます。ポーチの中で結構見るの楽しみにしてるんですけどね。まあ、ドッキリで終わってしまったということで、また、ね、別の機会にご紹介できたらしましょうね。はい、はい、ちょっと短めの動画になったけど、結構内容がぎゅっと詰まった動画になったのではないでしょうか。では、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。チークと、アイシャドウと、アイシャドウと、マスカラと、え、なにこれ、え、あ、あの、フレットね、あのアイシャドウのフレットと、アイライナーです。はい、バーメインのポーチは、カーラーと、マットメイジュと、絆創膏と、おーい、すごっ。ハンドジェル、ハンドジェルです。化粧水じゃないです。飲めないそれ。これは飲みません。ちゃんとハンドジェルです。で、またこれはハンドジェルなんですけど、消毒のやつです。飲んじゃう。飲めません。飲まないで。これはゆずはちゃんからいただいた鏡です。とコームです。うん、少しかわいい。色違いだね。そう、ののかさんにいただいたやつ。くさ、ガチャガチャのやつでしょ。あ、そうです。ステルキーガチャ。ゆずもね、やろうと思ったので、見つかんないの。見つかんないの。そう、残念。本当に、はい、もう試合終了です。試合ちょっと紹介しました。バイバーイ。バイバーイ。